プレーナンバー4の13、ホークアイ、フォースダウン、パントフォーメーション、ボールオン自陣1ヤード。パンター3番。セーフティー、この時パンター3番ボールをファンブル、ファンブルしたボールはエンドゾーンの外に出ました。この結果ホークアイの自殺点、エールズに2点が入りまして、ホークアイ28点エールズ2点、そして、ホークアイのキックオフで試合再開となり、エールズは攻撃権を獲得できる状況となります。